2018年3月20日16時29分フォルクスワーゲンが EV シフトを加速。22年までに世界一、6カ所で生産へ拡大、2年連続で販売台数世界一の座を確保したフォルクスワーゲングループ。前年比 4.3% 増となる1074万1500台を記録しています。フォルクスワーゲンの乗用車ブランドも好調で、2017年度は623万台で、営業利益率は2016年の 1.8% から 4.1% に改善。フォルクスワーゲングループの年次記者会見で、マティアス・ミュラー CEO が2022年末まで、世界16カ所の工場で EV 電気自動車を生産する予定と発表しました。現在は3カ所で EV を生産しているフォルクスワーゲングループ。2年後にはグループ全体でさらに9カ所の工場で EV の生産に向けて設備を整える予定としています。EV に欠かせないバッテリーを確保するため、ヨーロッパと中国において、バッテリーメーカーとのパートナーシップ契約を締結。すでに締結された契約の総額は、約200億ユーロになっているそう。さらに、北米向けのサプライヤーも間もなく決定される予定としています。昨年秋には、2025年までに最大で300万台の EV を生産し、グループ全体で80モデルの新しい電動車両を導入する計画を発表。現在8モデルの電気自動車とプラグインハイブリッドモデルを展開しているフォルクスワーゲングループに、今年だけで新たに9台の新型を追加するとしていて、そのうちの3モデルは EV になるそうです。塚田勝弘、今、あなたにおすすめ。